時には娼婦のように淫らな女になりな。ハロー YouTube! トゥース!黒沢明です。今日のテーマはですね、新人ドライバー、新人ドライバーがやるべきこと。すいませんね。57歳のおっさんはね、とちるんですよ。噛むんですよ。血をびた飲むんですよ。血をびた飲んでね、むせるんですよ。あなたもね、57歳ならね、わかる。うん。57歳になればわかる。私もね、20代の頃はね、もちろん血をびたなんか飲みませんけどね。いやー、もう50過ぎてね、ラーメン食うとき、むせる。水飲んだらむせる。ビール飲んでむせる。ええ女見たらむせる。ババア見たらむせる。親父見たらむせる。今自分の顔見てね、むせましたわ。はい。では気を取り直してやっていきましょう。新人ドライバーがやるべきこと。このテーマについてやっていきます。でね、ここで話すことは私の見解です。私が思うこと。あなたは違うかもしれないけど。あなたとは違うんですっていうのがありましたがね。あなたとは違います。なのでね、私一人の見解なので、もしかしたら賛同してくれる人もいるかもしれないし、何言ったんや、このクソハゲ親父が、と。いった感じの方も、当然います。いて当たり前じゃないですか、そんなものは。で、なのでね、まあ、ここでお話しすることは私だけの見解ということで、はい、それを前置きにして話します。で、いわゆる新人ドライバーとは、まあ、二通りありますね。二通り。それは、どういったことかというと、私のような、まあ、ベテランと言われるドライバー、私もね、もう、まあ、普通免許、原付免許からしたらもう40年ぐらい経つんですが、まあ、大型免許でも37年か、8年ぐらいかな。22で大型取ったので、まあ、57引く22でいいか。ね。そしたらなんぼでしょうと。私バカだけね、計算できないので、まあちょっと計算してみてください。はい。でね、まあ、いわゆるベテランドライバー、ね、おっさんドライバー、ベテランドライバーと言われる人と、まあ大型に乗れはじ、まあ、大型でも、4トンでもいいや。ね、2トンドライバーでもいいや。まだ日にちが浅い。ドライバーとしての日にちが浅い人が、まあ、習うべき、まあ、頭に入ることですよね。本当のね、運転経験が少ない。本当ね、ほとんど運転したことがない。ほとんど運転したことがないドライバー。あるいはね、近場は運転したことあるんだけど、長距離はないとか、いろいろあるじゃないですか。そんな中で、新人ドライバーが習うべきことを話します。それはね、まあ、運転経験が少ない人っていうのは、当然、運転の仕方から習わなければなりません。で、2トン車だったり、4トン車だったり、ね、8トン車とか、12トンとか、ね、そんな車がありますけれども、あるいはトレーラーとか、ね、トレーラーでも首振りなのか、フルトレーラーなのか、によっても運転の仕方は違いますよね。なのでね、いわゆるその運転経験が未熟な人っていうのは、やはりまず車に慣れること。車にね、まずは慣れること。
で、まあ何でもそうですけどね、まっすぐ走るのは見やすいんですよね。まっすぐ走るのは小学生だってできます。まっすぐ走ることは、あとはね、どこが難しいかというと、左折をするときとか右折をするときだとか、バックするときだとか、まあその右左折をね、右左折とバックがまあそこそこできたなら、まあ路上に出ても大概のことはできますよ。あとはね、やはり経験です。経験です。で、道路ってね、もうね、数センチ走ったらもう全然違うわけですよ、様子が。同じ直線でもね、1キロ2キロ走ってずっと同じ道路っていうのはね、ほぼないじゃないですか。まあなんというか、何にもないところの直線道路ならほんとね、まあ何も迷うことはないのかもしれない。アメリカだとかアフリカだとか、ああいうね、大陸、大きな大陸の一本道路ね、アメリカのハイウェイなんか走ったことないけど、それこそ信号機もないね、標識はあるかもしれないけれども、白線もない、追い越し車線もないようなとこ ありますよね。そんなところを走ってるのは、走ってるというか走ることはまずないですよね。なのでね、まあ日本の道路って本当ね、狭いじゃないですか。要するに狭い、日本の道路ってね。なのでね、まずは車に慣れることね。二トン車だったらこんな感じでハンドルを切るとこんな感じで曲がれるとか、右折はこんな感じで行くとこんな感じで曲がれると。で、4トン車もそうですよね。4トン車も大型車もホイールベースというのがあるじゃないですか。ホイールベースが、ね、ホイールベースが長ければ長いほど、ね、このだいたい円を描いていくじゃないですか。ぐわーっとね、曲がるんですよ。なのでね、車体が長ければ長いほどこの何、半径が長くなる。で、車体が短ければ短いほどその半径短くなるので、まあ内輪差だとか、 あとそうです、まあそうですね、内輪差ですね、巻き込み確認だとかいろいろあるわけですけれども、まずは車体によって違うので、自分が乗るべき車の性質をよく把握することですね。あとは本当経験値です。もう昨日よりは今日の方がね、確実に上手になります。今日よりは明日の方がね、絶対に上手になります、運転ってね。で、乗らなければ、よくね、昔いたんですよ、上手になってからやりますみたいなアホがね、アホが、要するにアホがいましたわ。じゃあお前どこで上手になるのかという感じですけれども、ほんとね、会社の駐車場をね、行ったり来たり行ったり来たりね、ほんとね、砂ぼこりを立てて、そんな人がね、いましたけれどもね、そりゃアスファルトの道走らんじゃん、つまるかいみたいな感じで、山口弁で、お前のアスファルトの道走らな、つまるかいと。これを略しますと、あなた、アスファルトの道を走らないとダメですよと。ちょっと、略してみました。でね、本当経験なんですよね。で車に、まあ皆さんそこそこ車にはやっぱ慣れてるかなと思うんですけれども、やっぱね、本当ペーパードライバーみたいな人がいるじゃないですか。まあ例えば大型を取れました。で、半年後に運送会社に入って、まあ初めて大型を乗ると、免許は持ってる、4トンは乗ってたけど、大型初めて乗ると。
そしたらね、やっぱりね、怖いですよ。大型ってね、大きい、大きいわー。あー、小さく曲がりすぎて、あー、曲がらんことになったわー、みたいな感じでね。やっぱね、そういうことはね、あります。なのでね、ほんと、しっかりとね、先輩ドライバーが、多分、助手席で教えてくれると思うので。でも先輩ドライバーもね、バックミラーはね、こう見ながらね、あ、内輪差がどうだこうだ、当たる当たるってね、なかなか教えてくれないと思います。で、助手席の方でね、なかなかバックミラーを見てやろうと思ったら、運転席から見たら、自分の方が見えないですよね、バックミラーが。おそらく見えないと思います。で、邪魔になって仕方がないと。なのでね、本当、まあ、交通量の少ないところで練習するしかないですよね。はい。で、まあ、まあ、ちょこっと前にね、トラック YouTuber の方の動画の、なんかね、偶然見たんですけれども、二人乗りで、まあ、教えてもらえたんだけど、その初日に事故をしたと。なんと不運な方が言いましたけれども。まあ、車なんてね、いくら壊してもね、人さえ怪我をさせなければ、まあしょうがないですよ。ね、タイヤに縁石を擦ったり、バンパーがちょっと曲がったり、しょうがないですよ。まあ、人身さえなければ。はい。それを恐れてたらまたね、運転もできないし、まあ、安易に考えても大きな事故に繋がります。やはりね、習うべきね、一番の、なんて言いますか、ポイントじゃないけどね、まあ、こういうものを、前にも、動画で上げたことがあるんですけど、まあ、これ、ノートなんですけどね。ノートなんですけれども、これね、まあ、先輩ドライバーがいろいろ教えてくれるじゃないですか。で、いろいろね、こと、細かくね、書くんですよ。で、私のような年齢になるとね、もうある程度教えてくれる先輩ドライバーよりも、運転歴の方はね、先輩なんですよ。そういった場合にはまあ、運転をね、習うことはないと思うんですが、例えば荷下ろしがあるじゃないですか。荷下ろし。こういう荷物は、ここに置いて、こういう置き方で、みたいな感じがあるじゃないですか。で、まあ私のような、部品庫に荷物を持っていく場合には、まあ荷物というかね、我々は部品と呼んでますけど、まあ部品を置く場所がね、決められているんですよ。で、こういう部品はここに置いてくださいよ。こういう部品はここに置いてくださいよ。向きはこうですよ。とか、あるんですよ。で、今度、そのね、部品を使った後の空箱がここに出ますから、持って帰ってくださいと、どういう感じで。で、こういう感じで積んだら、いいですよ、みたいな感じで。それをね、全部こと、細かくこういうのにね書くんですよ。そしてね、やはり本当ね、50過ぎたらね覚えられませんわ、さすがに。で、やっぱね、20代30代でもね、若いから物覚えがいいということはね絶対ないです。これ絶対ないです。なのでね、若かろうが年配だろうがね、こういうノートを持っててですね、逐一言われたことで把握ですよ、こうやって。そしたらですね、先輩ドライバーもですね、おお、こいつやる気あるなと。そこなんですよ。やる。で、そしたら好感度アップじゃないですか。そしたらね、おお、こいつやる気あるなと思って、親切にもっともっと教えてくれるんですよ。でね、教える方もね、はっきり言って、どんな感じで教えればいいんだろうか、何がわからないんだろうかと、なんか聞いてくれないかなと、思うんですよ。なのでね、たくさん質問した方がいいです。この荷物はどういった感じで
置くんですか、どんな感じでやるんですかとか。まあ私の場合はフォークリフトを使うので、フォークリフトもあまり上手にない人もいるわけじゃないですか。その時はね、ね、本当聞くんですよ。どんな感じですくったらいいのかとか、フォークをどんだけ刺したらいいのかとか、どんぐらいのスピードで走ったらいいんですかねとか、どんな感じで旋回をしたらいいんですかねとか、二段重ねにするときにはどうやったらいいんですかねみたいな。で、逐一聞いた方がね、先輩ドライバー喜ぶと思いますよ。で、それでね、あ、このやかましいな、ほんま、というような先輩はね、まあ、ね、クソみたいな先輩だなと、まあ、思って、まあ、まあ、思って無視するのもいけないけれども、まあまあ、本当に聞いた方がね、嬉しいですよ、相手もね。おお、こいつやる気あるな、よし、ちゃんと教えちゃろうと。いうような感じで教えてくれると思います。はい。まあ私だったら本当に聞いてくれたら、おお、そこは、こうやったらいいよ、ああやったらいいよと。こうやったらスムーズに行くよと。荷物もこっちからやっつけた方がスムーズに行くよと。いったような感じでね。で、フォークリフトは使わなくても、例えば今度バラで下ろしたりとかもあるじゃないですか。袋物、そしたらロット番号とかもあるじゃないですか。製造ロット番号が見えるようにとか、小袋だったら5の範囲で下ろすとか、6の範囲で下ろすとか、4の範囲で下ろすとか、あるじゃないですか。4つの回しだとか、8つの回しだとか。ケースもそうですよね。ああいう積み付け方も、本当運送業界に初めて入ってきた人というのは積み方もわからないので、ね、そういったところもこういった帳面にね、書いてやった方がいいと思います。あとはね、本当経験です。もうその会社に入ったらそういう仕事しかないと思うので、そんなにね、50も100もね、覚えることはないと思います。本当ね、覚えることは本当5つだとか、ね、10個だとか、まあまあ10個以内くらいじゃないですか。まあ細かいことを言ったらすごくあるのかもしれませんけれども、まあそんなもんと思います。はい。そんなところで、今日のこの動画は終わりたいと思います。それでは皆さん、新人ドライバーの方、頑張っていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。